こんばんばはえっ、ー、とまあこの芸事をね私も長くやってますけどなかなかあれですねこの芸事の本質というのは難しいねやっぱりねこう何ていうのかな人を感動させる感動させるということがねやっぱり大事なことですからねだから一つはやっぱりこうね えー、いろんな、えー、歌でも何でも一つのテーマがあるわけですけれどもまた、ね、歌であれば歌の世界のいろんな枠組みとか仕組みとかそれから、まあ、音楽の基本的な、まあ、知識っていうんですかねそういうのがいろいろあるわけですけれどもやっぱりそういうベーシックな、まあ、一つのこう、まあ、音楽理論っていうんですかねそんな専門的じゃなくても。 いやっぱりそういうねやっぱり音楽のこの枠組みがどうなってるかっていう、えー、それからやっぱりねこの何て言うのかな芸能界特有のねこの一つのまあえっ、ー、と世界って言うんですかねそういうのがあるわけですよね。だからまたねこの時代によってねこの 娯よっててまた変わわってくるわけだからねそうするとねいろいろねこう難しい部分がたくさんありますよね一生懸命やればいいってわけじゃないしねやっぱり歌がうま,けうまいだけではねうまくいかないしやっぱりねそういうまあベーシックなことは必要なんだろうけどもあとは基本的にねこのどういう。 この枠組みの中で物事がねこの世の中に出ていくのかなっていうそういうねやっぱりこう基本的なやっぱり理解っていうのはしなくちゃなんないですよね。でねその基本的な理解の上に今度は実際やっぱりこの業界の独特のねやっぱり人脈とかやり方とかそういう一つのまあツボっていうんですかね そういういのがあるわけでですよねでそれはそれで今度ねやっぱりしたたかにやっていかなくちゃあんないそれと時代がねどんどん変わってきてるから以前と同じことをねやったところで始まんないんでやっぱり今頃はねこの SNS SN SN っていうんですかねいろいろとねここがとっても大事なまあ一つの、えー、物事を広げる伝達する、ね、大事な 一つののメディアになってきてきますのでね今度これはこれでねやっぱりある程度こうマスターしていかなくちゃならないしだからそういうまあ一つは戦略ですねよくその成り立ちを理解してそれでその成り立ちの上でどういう風に具体的に置いたらいいかっていうねこの戦略ですねやっぱりえっとね頭で考えただけでは。 素晴らしくてもね物事は成り立たないからやっぱり基本的にはねやっぱりしっかりした、えー、そういう物事の道筋というものをねやっぱり理解してそこをやっぱり理解し,て、ね、理解しないでむやみにこういろいろねイベントやるだどうだこうだって動いたところでねなかなかねやっぱりこう筋道は立っていかないからね。 だからやっぱりこうどうやったら筋道が立つかということをまずは理解しなくちゃないね理解した上でやっぱり動いていく動いていくためにはいろんな人脈だとかね経験だとかものもの時代のねこの時代性だとかいろんなことがあるわけですけれどもまあそういうことをいろいろ難しいけれどもやっぱり把握して実践して、えー、工夫しながらそれでやっぱり、えー 勇気を持ってね一つ一つ前に出ていかないとなかなかねこの言語とは世に出ないんじゃないかなっていうふうになんかつくづく思ったりしておりますまた一つ皆さんのお力添えをよろしくお願いいたしますありがとうございます、うん